すげえな。ベテランのセル。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで今回はこのロングボーイをやっていきたいと思います。でかすぎじゃない？体のバランス。はい、スタート。あ、これ身長が届かん、この代わりに消してあげるっていうやつやね。いやいや、でかすぎでかすぎでかすぎ。その位置、その位置に腰が来るのやばくない？遊び方1、いろんな場所をタッチして調べてみよう。まあ、いつも通りのね。めっちゃかがんで入ってきた。で、これを代わりに消してあげる。え？あ、持たせるんかな？で、消してあげると。めちゃくちゃ楽勝やん。消すのめちゃくちゃ楽勝やん。この子がめちゃくちゃでかいってことよね。あの女の子が小人なわけじゃなくて。ロングボーイ。ロングすぎる。しかもめちゃくちゃがたい。はい、スタートー。まずは1やったよね。高いところは任せてクリア。はい、2。君にしかできないこと。いっぱいありそうやね。ステージに君にしかできないこと。ロングボーイの L ってことかな。あの胸に書いとるやつ。え、何？何やればいいんやろ。とりあえず、この鍵盤ハーモニカ。え、なんか、もともと手持ちにリコーダーがあるんやけど、なんやろうな。どっちに参加すればいいんだ、これ。リコーダー。今のは何が良くなかった？股間を押さえるな。小さすぎて失敗。あ、そういうこと？あ、押さえづらいんか。なるほどね。まあ、でかいってことは、あれやもんね。手もでかいんやもんね。じゃあ、鍵盤ハーモニカを吹けばいいってことかな。はい。え、なに？え？どういうこと？肺活量が多すぎる？何で失敗とか言ってくれんやん。え、でもあれ、要は、肺活量が多すぎる？大きすぎる？っていうことなんかな。え、じゃあなんだよ。え、じゃあなんなんの？他に何か。ここになんか。え、何？え、何？なんか取れたんやけど。そういう、あれなんていう楽器？ちょっと楽器のこととか詳しくないけんよくわからんねやけど。はい、ステージ3。ずれて書いてた。うわ、めっちゃ悲しい。辛いやつ。これさ、めちゃくちゃ、なんていうの、意図せずともカンニングしてしまうパターンじゃね。特注かな、あの机。あ、逆にあれかな、目が悪かったら遠すぎて見えんかったりするかも。これは算数の教科書。今テスト中よね。ってことは見ちゃいかんのよ。残り10分。あ、時間。あ、時間。動きよる。待って。テスト中は自分で拾っちゃいかんよ。先生が拾いに来てくれるけん。何？なんか微妙に動いた？あ、消しゴム。なんか今微妙に手伸びんかった。気のせいかな。おお、80点。まあまあ頭いい感じの。はい、ステージ4。有り余る身体能力。身体能力っていうか、なんか、ちょっと手伸ばしたりとかね、ちょっとまたいだりとかしたらいろいろできそうやもんね。なんか、これ、あれかな、ねじってやるやつ。ここにもなんかあるけど。これは関係ない。こっち側にはめる。で、どうするんやろ。何かを引っ掛けれそうな感じやけど。あ、え、何？上。何これ？何のネット？これ。ボールはまあわかるとして、なんかね、体育館の上にボールが引っかかっとるのってあるあるよね。ふざけて、で、なんか上の方まで飛ばしたやつが引っかかるっていう。
大丈夫か？え、失敗？失敗？ネットを張ってそこでボールを受け止めるってこと？なるほど。いや、てかまず何するやつかよくわからんかったけんさねえ、何がしたいんか。ジャンプもする必要あるんかな。ちょ待って、とりあえずネット取って、え、ここにあった。んでこれを落とします。え、違うん？え、違うの？え、ジャンプして自分で取るってこと？待って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 、まあ、とりあえずはめて、で網を張って、でジャンプ、ジャーンプ。何、意味がわからないんだけどえ、何何何、どういうこと？あのネットってなんか意味あったん？でもちゃんと使っとるよね、ネット。なんなんやろ。はい、ステージ5、習字の時間。習字ね、片付けがめんどくさいんよね。いや、これは普通に書いたらいかんよね。このバケツ何？何の意味があるんやろ。洗う違うな。モップ洗うんじゃ。これを使って書いたりはせんか。紙の大きさ自体は石やな。え、裏は？裏っていうか後ろのこれは？あ、この紙に変える。あれじゃ小さすぎるってことじゃない？この子には。で、書くんだ。え、何？え、何？違うんだけど。墨汁。お、墨汁バケツに直接入れたら大変なことになりそうやな。え？え？どうすればいいんだろうか。え？なんだ？バケツ。他にできす、え？何？墨汁。え？違うんだって。え？え、なんか何？積んだ？え？え、何？積みました？え、積むとかある？え、何もできないんだが。え、何？びっくりした。え、戸が閉めれるとか？え、今は何が、あれ？あ、これで戸が閉まったけど別に、だから何って感じやね。ん？墨汁。え？筆。いや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 、ちっちゃいちっちゃい。違うって。な、え、なんであれハテナになるん？モップで書くやろ。書くやろってのもおかしいけど。墨汁。あ、力加減がうまいことできんってこと？うわ、大変な大変なことに。そうじゃなくて墨汁。やっぱここや。なんでさっき入れれんかったん？入れれろや。これで、あとモップを浸します。これもう最悪やんね。え、てか、新品？ちゃんと新品？はい、これで書く。いや、にしてもさ、この紙に対してでもあのモップはでかかったと思うけど、今見た感じ。あんな綺麗に書けれる？ボーナスステージ1、アメアメキレキレ。何？あ、金太郎アメ？ボーナスステージについて、本編とは別にミニゲームが全6ステージあります。
ボーナスステージと全てのステージをクリアするとおまけエンディングが解放されます。ボーナスステージを飛ばしてもステージ30まで遊べます。おまけエンディング。アメアメキレキレ、ルール説明。左右のボタンをタップして30秒以内に金太郎飴を180個以上180個以上作ろう。安定した場所にスマホを置いて怪我しないように遊んでね。ひたすら連打。180個以上左右。まだか。はい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 。180個。どうかな、いける、いけそう。まあなんか普通に片方しか反応してなかった気が。あーね、片方しか反応してないよね。待って、怖い。あ、なんかいけん気がする。あ、無理。あ、いける、いけた。やったー。なんなら200いった。なんなら200いった。やったね。え、あと10秒追加されます。いや、いいよ。ハイスコアとか別に目指してないんで、クリアしたけん、よし。これでおまけ解放された。あ、まだあるんかな、もしかして。ボーナスステージ1って書いとった。はい、ステージ6、低すぎた飛び箱。うわ、またげてしまうね。うわ、10段これ、やば。あ、なんかここに、え、どんな、どういう状態。待って、非常ベル、あ、さらに追加された。なるほど。え、なんかここにもあるやん、何しに。そういうこと考えちゃいかん。これぐらいあればいい感じかな。もうない。まあもうなくてもいいか。これで OK なんじゃない。え、なんか、あ、まだある、すごい。以上。え、高くない。これはこれ、え、高くない、いける感じ。え、高いよね。え、すげえ。え、すげえ。そんな、いけた、よかった、最後の気づいて。30段やばいね。ステージ7、12頭身モデル。全身描きましょう。なんか見づらそうやな、逆に。てか、なんか首痛くなりそう。これは時間経過別にない感じか。うん。めっちゃ書いてる。おー。下半分だけやけど。でもめちゃくちゃ上手くない？失敗。全身書けんといかんってことか。それはどうすればいいんだ？しゃがむ？こっちの子は？え、でも可愛い。可愛いよ。ね、あっちの子は写実的な感じやったけど、こっちちょっと漫画っぽくていい感じじゃない？ここの筆。これは？え、落としたんだけど。台？え？え、この台をどうすんだ？座る？え？え、なんか置いただけになったんやけど。え、違う。え、ねえ、座ろう？ねえ、座れって。違うんだよ。別にその、巻いてる布を取ろうとかいうわけじゃなくて。筆。あ、これで？一体化してくれる？え、違うやん。これ正解？え、違うよね。失敗。あれ？あそこに座って全身を描かせるんじゃないんかな。でも座ってくれんのよな。どうすればいい？筆。結構鈍い音。座ってくれよ。これで、座ってくれないんだよな。あ、そこの塔開けれるかな。
この塔、え、なんかおじい、なんか絶対今の取るやつやったよね。待って待って、とりあえずこの台置くやろう。これも一応取っといて、もう一回、違う違う違う、何これ、恋の方程式、君だけが解けない、何それ。小説、もう一回通ってくれるかな。もう通らん、あ、なんか通りよった今。杖はいらんのかな。え、この小説ってなんか、なんか意味ある。これをそこに座って読むとか。うん、杖取れんねん。あ、これでモデル中に読むなよ。おー、すごい、めっちゃうまいやん。これあの女の子かな。ほらほら、やっぱりこの子めっちゃ絵うまい。はい、ステージ8、ぴったりを求めて。絶対特注じゃないと無理やと思うけど。ん、なにこれ、ファッション、カタログ、あ、ここにもファッション、あ、なんかもともと守っとるね。でもこれ真ん中を多分必要よね。で、この一番右何、何用、とりあえずこれ、あ、でもなんかでかそう。え、上半身無理じゃないあれ。え、なに怖い。え、なに怖い。え、何のカタログやったんあれ。でも、もうこんだけしかないよね。ん？ん？なんか 10XL サイズ、やばいな。え、めっちゃやん。え、これで、これを見せればいいんか。そんなサイズある？少々お待ちくださいとかで出てくるようなサイズじゃなくない？すげえな。ランドセル。ランドセル。てか小学生これ。やば。必ずあの L の文字はいるんやね。はい、ステージ9、高いところは任せて2。あ、これよくあるやつやんね。よくあるって言っても人生で一回も見たことはないけど、漫画とかでよくあるやつ。これめっちゃ懐かしいやん。なんかね、黒板消し綺麗にするやつ。え、これどうする、どうすればいいんやろ。普通にゲットして入ればいいんか。で、消してあげよう。めっちゃ汚いやん。あ、綺麗にしろってことか、こっちで。これもあったあった。ね。よくあるやつ。で、綺麗にしようと思って黒板消しで消したら余計汚くなるっていう。じゃあ、そっか。あるんやもんね、ここに。そりゃ意味もなくあるわけじゃないよね。はい、綺麗にして。なんかね、休み時間ごとに。窓開けてしよったけど、はい、これで綺麗。いいね。はい、ステージ10、傘忘れの下校。絶対一緒に入れんよね。アイアイがさ、するとしたらこっちが持つ側になるわけやん。そんなに上の方で刺されとってもって感じになりそうやし。これ誰の傘じゃ。お、なんか、あー、レインコートの方が確実な感じはするな。カエル、カエル、え、怖いんやカエル。意外にも怖いんや。私も好きじゃないけど。
でもなんか意味はあるんじゃないかと。ないんかな。下の鉢側、いやでも必ずカエルが反応するけん別にいらんのかな。レインコートか。でもあんな隠し方ね、なんか意味ありそうやけど。でもこれ切れんよね。ほらみっちみちやし、何の意味もない。頭しか意味ない。でもきっとあの傘も意味ないんよな。他のとこになんかある？今この状態で動かしても別になんよね。刺してあげる。あ、なるほど、カエルを追い払う。へえ。で、うわ、めっちゃ成長。これ刺す？トトロみたいな感じ？すげえな、めちゃくちゃ丈夫な葉っぱ。くたってなることもなく。あの女の子仲いいんやね。いつも助けてくれるけんとかかな。この男の子がいいね、青春。